私からは、バーテックスエアワークベンチと呼ばれる、GCP における Jupyter ベースのノートブック環境を使ったサービスについて紹介したいと思っています。バーテックス AI っていう名前が頭についている通り、こちら、GCP におけるマシンラーニングの統合開発プラットフォームであるバーテックス AI の一つのサービスになっています。今回の、お話なんですけど、シンプルです。まず、バーテックス AI って何だったっけってところを紹介したいと思ってます。僕、以前の勉強会でも、こちらバーテックス AI を使って時系列データを予測したモデルを作成したんですけれども、そちらでも紹介した内容のおさらいになってます。で、その次に、バーテックス AI ワークベンチを紹介したいと思っていて、で、次がそのバーテックス AI ワークベンチのデモをしたいと思ってます。本題に入る前なんですけれども、こんな悩みないかなっていうところでちょっとお話ししたいところがありまして、ノートブック環境を使える、Jupyter ベースのノートブック環境を使えるサービス、クラウドサービスっていくつかありますよね。例えば、Google コラボレートリーですとか、前回、西岡さんが紹介された Amazon Sage Maker Studio Labo とか、で、そういったもの、あるいは、Kaggle のノートブックとかもありますね。Kaggle が提供しているノートブック環境とかもあると思うんですけれども、そういったサービスを使う中で、まずセッション切れが心配だ。Google クラコラボレートリーですと、無料プランだと12時間。で、有料プランの一番有料プランで24時間ですとか、そういった制限がありました。で、Amazon Sage Maker Studio Labo も、GPU を使うとなれば4時間とか、CPU で何時間、ちょっと具体的な数字忘れてしまったんですけども、何時間とかいう制限があります。そういったものを心配しつつ、その機械学習モデルを作成するっていうのはなかなかちょっと難しいものがあるかもしれない。困難がちょっと伴うなっていうところがあったりですとか、あるいはその計算リソースに制限がある。無料プランですと、やっぱりその使える GPU とかもそれなりのものだったりとか、有料プランであっても、Google コラボレートリーは有料プラン2つありまして、プロとプロプラスっていうのがあるんですけど、それですと、幾分いい GPU が使えたりするんですけれども、それでもちょっともうちょっと柔軟にリソース、計算リソースを変えたいみたいなニーズとかもあったりすると思います。で、あるいは使用するデータのインポートとかエクスポートが面倒。Google コラボレートリーですと、GCS、Google クラウドストレージのデータを使えたりとか、あるいは Google ドライブのデータとかを使えたりするんですけれども、その Google ドライブのデータを使うのであれば、Google ドライブをマウントしないといけなかったり、そのコードの中で、なかなかちょっと面倒なところがあったりするとか、GCS に関してもしかりで、ちょっと面倒なところがあったりするんですね。Amazon Sage Maker Studio Labo でちょっとデータのインポート、エクスポートっていうのがちょっとどれぐらい困難なのか、ちょっと僕は今確認できてないですけど、Google コラボレートリーの私の実体験によるところであれば、こういったちょっと面倒なところがあるかなっていうふうに思ってます。で、私、第7回の GAN を使って、画像変換のモデルを作ったマティスっていう現代美術の作家を使ったモデルを作成したんですけれども、その時はGoogle コラボレートリープロのプランを月額1000円のプランを使って GPU を使って学習させたんですけれども、本当にセッション切れがもうとにかく大変で、12時間でセッションが切れてしまうので、とりあえずその学習させたモデルっていうのをチェックポイント使って、もう何世代かごとにセーブして、で、読み込んで、新しく学習再開したときは読み込んでみたいなことをいろいろやっていて、毎日やっていて、延べ計算時間100時間だったんですけど、本当に毎日朝起きてこれをチェックして、セッション切れてる、再開しようみたいなことをやって、大体1週間ぐらいかかったんですね。で、そういったそのセッション切れに対するちょっと困難さっていうのをちょっと実体験としてあったりとか、あるいはその計算リソースっていうところももうちょっといい GPU 使いたいな。でも GPU、いい GPU 使おうとなると、Google コラボレートリーですと5000円のプランとかがあって、5000円はちょっとなかなか手が出せないなみたいなことを思ったりとか、で、そういった困難さ、データのインポート、エクスポートについてもちょっと今説明した通りの困難さがあったりしたんですけれども、そういった困難、悩みですとかというのは、そのバーテックスやワークベンチなら全て解決するということをお話ししたいと思っています。で、バーテックス AI なんですけれども、こちらその、以前も発表会で説明したスライドになります。Google I/O 21、去年の開発者向け会議にて発表された一般提供が開始された機能になります。機械学習ワークフローの統合環境、つまり、データを集めるところから、
モデルを学習させて、まあ、デプロイさせて、まあ、モニタリングしたりとか、マネジメントしたりとか、まあ、いろいろ特徴量の管理をしたりですとか、もうさまざまなことが、もうすべてのことができるような統合開発環境のサービスです。で、まあ、有名なところで言いますと、AutoML と呼ばれるノーコードのマシンラーニングモデルの学習サービスを含む各種 ML サービスへのアクセスのプラットフォームとなっています。で、AutoML ですとか、まあ、今回紹介する Vertex AI Workbench ですとか、ディープラーニングに特化したバーチャルマシンのイメージを管理する、まあ、インスタンスのサービスですとか、まあ、あるいはその Explainable AI に関連した Vertex Explainable AI というサービスとか、まあ、様々なサービスが一つにまとまった統合プラットフォームのサービスになります。まあ、より詳しくお知りになりたい方は、こちら、その前回、以前も紹介した、発表した内容の中で詳しく説明しているので、よろしければそちらもご覧ください。で、ちなみにちょっと画面をお見せした方がいいかなっていうふうに思っていて、こちらがその Vertex AI のダッシュボードになるんですけど、ここから、まあ、様々なマシンラーニング向けのサービスのアクセスが可能になります。例えば今回紹介するワークベンチっていうのはこちらからアクセスできるサービスになってます。ですね。で、ちなみになんですけど、前身となる、この前になるあのサービス、AI プラットフォームっていうサービスがありまして、こちらになるんですけれども、今、その、おそらくその過渡期のようで、昔はその AI プラットフォームだったサービスが、今もう Vertex AI に移行されて、順次移行されていっているような状態です。例えばその AutoML というサービスも、もともと AI プラットフォームの中で管理されていたサービスなんですけれども、今では Vertex AI からアクセスできるサービスになっています。で、例えば今回そのワーク、これこちら AI プラットフォームの、画面なんですけれども、Workbench、AI プラットフォーム Workbench というサービスでした、もともと。今では Vertex AI Workbench という名前になっています。で、こちらで AI プラットフォームの Workbench から Workbench に行こうとすると、まあ、自動でその Vertex AI のワークベンチの方に飛ばされるようになっているので、まあ、順次移行がいってるのかなっていうふうに思ってます。まあ、過渡期ですので、ドキュメントとかも同じような感じです。もともとその AI プラットフォームだったサービスっていうのが、なんかドキュメントもちょっとごっちゃになっていて、まあ、そのあたりちょっと混乱されるかもしれないんですけれども、そういった事情があるということをご理解いただければと思ってます。で、まあ、勉強する際も、まあ、検索とかで引っかかる記事とかも、大体その今だと AI プラットフォーム関連のサービスがあったりするんですけど、まあ、適宜読み替えてご理解される、勉強されるのがいいのかなっていうふうに思ってます。で、なぜかなんか僕勉強してても、このなんか前身となるサービスって明言されてないんですけれども、AI プラットフォームがそういう Vertex AI に移行したっていうようなことがなんか明言されてないんですけども、僕はそういうふうに理解してます。でドキュメントとか古いところも見ててもちょっとなんか混在しているところがあるので、まあ、ちょっと混乱されないようにお気をつけくださいというところをちょっと今説明させていただきました。スライドに戻ります。で、 Vertex AI Workbench なんですけれども、今申し上げた通り AI プラットフォームノートブックの後継となるサービスです。現時点で一部機能はプレビューとなっています。なので、今回発表した内容が将来的にちょっと若干変わっているかもしれませんが、ご了承ください。Jupyter ベースのノートブック環境。で、まあ、もう見た目が本当に Jupyter ラボとそっくり、そのままになっています。で、違うところ、これがちょっと私一番嬉しいなって感じたところなんですけれども、GCP リソース、他の GCP リソース、例えば Google クラウドストレージですとか、ビッグクエリですとか、そういったリソースとの連携が非常に容易で、ノートブック上でそういったリソースにアクセスできたり、まあ、相互にちょっとやり取りできたりするっていうことが非常に簡単でやりやすくなってます。で、バーチャルマシンベースのインスタンスのサービスになっているので、スペックを柔軟に変更可能です。で、GPU、それに伴って GPU っていうのも結構柔軟に選択できるサービスになってます。まあ、ただ、インスタンスのサービスになっているので、使った分だけ、でインスタンスサイズにもよって課金の金額が変わってきて、まあ、重量課金制のサービスになっています。で、こちらが、まあ、Google コラボレートリーの作り学プランみたいなものとはちょっと違うところかな。まあ、知らないうちにすごく使いすぎてお金がかかっちゃうみたいな心配はあるかもしれないんですけど、まあ、一応その設定の中で、アイドル状態が何分続くとシャットダウンするみたいな項目もあるので、そういったその知らないうちにめちゃめちゃお金がかかったみたいなことは、まあ、避けられるような設定もできます。
で、個人的に使ってみて、バーテックス AI、ワークベンチ、すごいいいなって思ったところが、今もちょっと繰り返しになるんですけれども、他の GCP サービスへのアクセスの連携が容易であるところっていうのが、ちょっと一番嬉しいなっていうふうに思いました。後で、またデモするんですけれども、こんな感じで、クラウドストレージに置かれた CSV ファイルを読み込んで、ノートブック上で読み込んだりですとか、Hadoop Spark クラスターの使用ができたりとか、ノートブックでできたりですとか、あるいはそのビッグクエリにアクセスしてテーブルを読み込んで、で、データフレームとして読み込むことができたり。で、ノートブック上でデータフレームを作って、それをテーブルに書き出したりすることもできたりします。なので、いろんなそのデータ解析者の方がワークベンチ上でノートブックを使って、もう一通りのことができる。データフレーム、データ加工、モデルも作成できたり、データ可視化して、いろいろ試行錯誤しつつ、他のクラウドストレージのデータとかやり取りして、ビッグクエリとかも使いつつ、もういろんなことができる、ここでできる、できてしまうっていうサービスになっています。で、計算リソースの変更が重要なんていうのは申し上げた通り。で、定期実行可能、スケジューリングされたジョブとか、そういった、これをいつやるとか、繰り返してやるとか、こう、っていうことを指定することができます。こちら、運用面とかでもかなり嬉しい機能なんじゃないかな、っていうふうに思ってます。で、ここまでちょっと説明した通りなんですけれども、実際にちょっと画面を見てみないかとわからないところもあると思うので、デモをしようと思います。こちら、今回使ったノートブックは、私のレポジトリに上げているので、よろしければ、ご覧ください。ワークベンチ。あ、そうですね。ワークベンチの画面なんですけれども、こちらそのマネージドノートブックという呼ばれるものと、ユーザー管理のノートブックと呼ばれるものがあります。マネージのノートブックは現時点でプレビューなんですけれども、どう違うかっていうと、こちらはその一般的な Google クラウド、GCP のサービスにアクセスしやすいような環境になっていて、いろんな一般的な用途に使われる汎用的なノートブックになってるんですけど、一方でユーザー管理のノートブックっていうのは、ディープラーニングに特化したような環境があらかじめ構築されている、インスタンスになってます。なので、ディープラーニングでかなり重めのモデルを学習したいというときはユーザー管理のノートブック、ちょっと名前がややこしいなと思うんですけど、どっちかというとこれはもうディープラーニング向けのインスタンスを使ったノートブック。で、マネージドノートブックっていうのは、もうちょっと汎用的なノートブックになってます。このユーザー管理のノートブックでベースになっているこちらのサービスがあるんですけど、ディープラーニング VM というディープラーニングバーチャルマシンイメージというサービスがあるんですけど、本当にプリインストールされているパッケージが、あらかた、ディープラーニング向けのパッケージがいろいろ、あと、いろいろ試行錯誤するデータ分析向けのパッケージが入ってたり、GPU インスタンスのためのパッケージが入ってたり。するというようなことになってます。今回は、ユーザー管理のノートブックというよりも、より汎用的なマネージのノートブックについてデモしたいと思ってます。まだちょっとプレビューなんですけれども、ちょっと紹介したいなっていうふうに思ってます。新しいノートブックというボタンをクリックすると、インスタンスが作成されます。名前が、適当につけることができて、テスト1とつけることにします。で、こちらで詳細設定の中で、いろんなドッカーイメージを指定できたりですとか、ハードウェア構成を指定できたりします。で、こちらで、いろいろその変更ができて、今回はそのスタンダード 4, N1 スタンダード4というマシンタイプを選びます。で、GPU がこれだけ選べます。で、GPU 使うと、課金の料金もそれなりに大きくなります。今回はちょっと指定しないようにしています。で、ですとか、ディスクのタイプですとか、ディスクサイズとかを指定したり、もろもろの、インスタンスを作成するときの設定と同じような感覚で設定することができます。で、先ほどちょっとだけ説明しましたけれども、アイドル状態でシャットダウンを有効にするっていう設定もできます。3時間で、シャットダウンするみたいな設定もできます。ターミナルを有効にするとかもできます。そして、そうですね。名前がちょっとダメでした。テスト1というふうな名前で作成します。で、作成はちょっと時間がかかりまして、数十秒ぐらいかかります。
時間がもったいないので、あらかじめ作成したインスタンスを今回は開きます。全く同じ構成で作られたインスタンスがあるので、そちらを開きます。で、初めてその作成して、初めてこれを開くときに認証が必要になるんですけれども、今回認証済みという状態です。で、こちらが、Vertex AI Workbench の画面になります。で、見た目は、Jupyter Labo と全くほとんど同じになってます。若干違うのが、こちらのタブですね。ちょっと、Jupyter Labo でも、こういったファイルのブラウザーとか、Git ですとか、そういったものは見えると思うんですけど、あと、開いてるタブとか見えると思うんですけど、ちょっと違うのが、GCS のタブと、BigQuery のタブ。っていう、あと、スケジュールされたジョブのタブっていうのがあります。今ないかな。というのがあります。で、これがすごく嬉しくて、今その Google クラウドストレージ、私のアカウントの Google クラウドストレージにそのままアクセスできています。これがバケットですね。ブラウズすると、ですね、バケットがありまして、今回のために作ったバケットっていうのがこちらになります。で、ブラウズしていくと、そちらに配置された CSV ファイルが、確認できます。実際にこちら、これが Google クラウドストレージの、UI なんですけれども、こちらでも確認できる通り、全く同じように確認できます。ワークベンチ上でも確認できます。あ、すいません。こちらですね。で、同様に、ビッグクエリにもアクセスできます。で、ビッグクエリは、こういった、その今、データセット、プロジェクトに対応した、プロジェクトの中にあるデータセットっていうのが、こういうふうに確認できます。なので、これかなり嬉しくて、実際にこの、ビッグクエリの UI なんですけれども、若干この UI いろんなことができるので、その反面、ちょっと若干使いづらいなって思うことがあります。以前、いくつか改善とか、使っていると、なんか知らないうちに改善とかされていたりとか、昔よりかは使いやすくはなってるんですけれども、それでも若干癖があるところがあって、ここの UI、ビッグクエリの UI、を使うっていうのはちょっとなかなかちょっと及び腰になっちゃうところがあるんですけれども、もう私はこちらでノートブックが使えるならノートブックでやるのがやりやすいかなっていうふうに個人的には思います。じゃあ Git と連携して私のノートブックをやってみたいと思います。ちょっとだけお見せしたいと思います。ですね。まあ Jupyter Labo なので、こんな感じで、レポジトリをクローンして持ってくることができます。こちらですね。で、この中で今回のために作ったフォルダの中に、PyPy ノートブックファイルがあるので、こちらを開きます。こんな感じになってます。もうすでに全部実行済みなんですけど、まあ、かいつまんで説明したいと思ってます。まあ、ビッグクエリのクライアントのライブラリをインポートしたりして、もうすでに連携、認証済みなので、こういった本当に簡単なコードを実行するだけで、まあ、いろんなそのビッグクエリとのやり取りができます。若干時間がかかるのがあれですけど。で、もうクライアント、ビッグクエリのクライアントがここにあるので、このプロジェクトに対応したクライアントがあるので、ここで、パブリックデータセットにアクセスすることにクエリを投げることもできます。今で言うと、このパブリックデータセットですね。ビッグクエリのこの画面で言うところの、ニューヨークタクシートリップっていうデータセットの中の一つのテーブル。タクシートリップス。こちらは Google がオープンデータセットとして公開しているテーブルになります。こちらで確認できる通り、こんなテーブルなんですけれども、こちらに対してノートブックからクエリを投げることができます。で、クエリを投げることができて、これをもうデータフレームの形で読み込むことができます。これはすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。なので、統計関数とかいろいろできたりします。こういったそのパッセンジャーカウント、乗客人数の統計値ですとか、いろんなその合計金額の統計情報ですとか、まあ、様々な情報がこのノートブック上で、
操作とか加工とかできたり見たりできます。で、今回ちょっと僕いろんなデータセットを試したいなっていうふうに思って見つけたのがこちらのデータセットなんですけども、まあ、本当に時間も時間なのでちょっと見えなくなっちゃった。かいつまんで説明したいんですけど、僕はすごく映画が好きで、カグルで公開されているザ・ムービーデータベースって呼ばれるムービーのデータセットがありまして、まあ、俳優の名前ですとか監督の名前ですとか、まあ、キャストの今言いましたね、どれぐらい収益を上げたのか予算とかで、そういったものがまとまったデータセットになってるんですけど、まあ、そういったものに対して、まあ、この読み込みをしたいと思っています。で、そのデータっていうのは CSV ファイルにして、私の先ほどのクラウドストレージのフォルダの中に保存してあります。で、これをまさにこのまま持っていきたいと思っていて、で、ここで嬉しいのがこれですね、 GCS の URI っていうのをこのワンクリックでコピペすることができます。なのでこれでそうですね、クレジット、まあ、これ、まあ、すでにありますけど、今コピペしたやつがこうやってこんな感じで簡単にコピペできるようになってます。こんな感じですね、同じですけど、それがすごく嬉しいなっていうふうに思ってます。なのでこれを実行するだけでデータフレームの形で CSV ファイルを読み込むことができます。こんな感じですね。で、まあ、もちろんその Jupyter ラボなので、まあ、いろんなそのマトプロットリブですとか、そういったライブラリを使ってこんな風に可視化することができます。ちなみになんですけど、こちらその、僕がほとんど書いたわけではなくて、すでにこの公開されている方のノートブックを参考にちょっとだけ変えたりして書いてました。こちらの方の研究というかノートブックを参考にしました。なので参照ということで紹介させていただきました。で、こんな感じで、まあ、ノートブック環境なので、もう好きなようにこんな感じで可視化したりですとか、まあ、グラフを作ったりですとか、あと俳優の名前、どんな俳優が出てるのかなみたいな、そのムービーデータベース5000個の中でどういう俳優がいるのかなっていうのをそのワードクラウドで表示されたりですとか、まあ、有名な俳優さんがいろいろあるなとか分かりますね。ロバート・デ・ニーロとかサムエル・ジャクソンとかスティーブ・ブシェミとかブルース・ウィルスとか見えるなみたいな感じのことが分かりますね。で、あるいはその、まあ、そうですね、いろんなちょっと面白いことが分かったりしました、ここで。まあ、でもここでちょっと言うのもちょっと時間もあれなので、省略したいなっていうふうに思います。で、最終的に得られたデータフレームっていうのがありまして、で、それがこんな感じです。こういったデータフレームが、得られました。そうだな。で、このデータ、最終的に得られたデータフレームも、こちら、かな。このコードで、ビッグクエリにロードすることができます。ビッグクエリに書き込むことができます。で、書き込んだデータを読み込んだっていうふうな手順になってます。で、このデータを使って、ビッグクエリ上で、レベニュー、収益を予測するモデルっていうものを作成したりもしてます。で、作成したモデルっていうのが今あるこちらにあったりします。で、なのでこのもうすべてノートブック上で完結しています。で、トレーニングインフォメーションですとかもこういうデータフレームの形で見えたりですとか、で、前回紹介したエクスポナルダブル AI 関連の SQL クエリ、ビッグクエリ ML のクエリとかも使ったりとかして、すごくわかりやすい形に出したりとか、で、これも同様にエクスプレインプレディクトですね。前回紹介したエクスプレインプレディクトですけど、こういった SQL も構文も使えてデータフレームの形に落とし込んだりとかすることができます。なので、僕個人としてはもうこの先、あんまりこちらのビッグクエリ ML、ビッグクエリのコンソールからクエリ実行することないんじゃないかなっていうふうに、むしろこっちノートブック環境で実行する方が僕にとってはすごくやりやすいなっていうふうに思いました。
というように、もうすべてその完結してしまう GCS とのやり取りも、ビッグクエリとのやり取りも、すべてそのワークベンチ上で、完結できるサービスになっているので、すごくいいサービスだなっていうふうに思いました。というところが、一連のデモでした。まとめになるんですけれども、まとめなんですけれども、Vertex AI ワークベンチっていうのは、Vertex AI 統合された Jupyter 環境、もともと AI プラットフォームのワークベンチだったんですけど、まあ、順次移行されていくだろうという想定です。で、今デモした通りですけれども、GCS ですとか、ビッグクエリですとか、そういった他の GCP サービスとの連携が非常に簡単に、シームレスにできるというところですね。で、私個人の主観なんですけれども、ビッグクエリのコンソールよりも非常に使いやすいサービスになっています。まあ、Jupyter ラボを使い慣れている方にとってはすごく身近でやりやすいコンソールなのかなっていうふうに思ってます。で、Vertex AI も含めて今後も発展が見込まれるサービスだと思ってますというところで、私の発表とさせていただきます。ありがとうございました。